これもあのこないだ買ったんだけども n d l e でも大体こういう本ってあるんだよね。で、電子本よりはリアル本って考えるんだ。で、なんでかっていうと読んだらすぐに売ることができるからだ。で、これ今持ってるのはただ単に残ってるからなんだ。で、あのもうね、電子本って売れないじゃん。で、電子本がね、あの紙の本に比べて5分の1ぐらいの値段だったら、うんまあ、 別に電子本でもいいと思うんだけどさ、電子本って後で転売することできないから。紙の本を買って、さっさと読んで、さっさと売っちゃうのが一番いいと思うんだよね。で、売らないと家の中にどん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 溜まってしまうし。あと、電子本ってさっと読みできないんだよ。これ、あの。この本がたまたまつまんなかったら、紙の本の場合。三分の一ぐらいとか、四分の一ぐらい読んで、あとは。 パッパッパッと流し見っていうのは紙の本って割とできるんだけどさ、電子本でさ、なかなか、なんだろうな、データなもんだから流し見できないし、後で読もうと思って取っとくじゃん。そういう寿命を削ってしまうようなもの、あの自分の心の負債になってしまうようなものって、できるだけ持たない方がいいと思うんで、僕はもう本は気に入ったら買って、で、読み終わったら即売るっていう方式を取ってる。で、理想はね、もうすべてね、立ち読み読破だよね。 あの、本屋さんで立ち読みするのが理想の読書だと思う。雑誌もですね、僕はもうほぼ大体立ち読みしてると。で、立ち読みがね、あの、一番頭に入るし、なんだろうな、それ以上に欲しい、どうしてものものがあれば、金払って家に持って帰ってもいいっていうふうに考えるんだけども、図書館は、ああ、図書館、図書館はね、 あの、貧乏な人が使う場所だから、えー、っと、自分で働いて食えるんだったら、図書館はね、貧乏人のために取っといてあげた方がいいよ。あの、自分一人で稼いで食えるような人が、図書館使っちゃったらさ、貧乏な人ますます困るじゃん。なので、そういうところは大人は使わないと思います。<laughs> ええって、ひでえって、偏見偏見なのそうなのええー。ああいうものって、俺、福祉対象だと思ってたからさ。 <laughs> それよりはいやいやだってさっき言った本屋で立ち読みに済ませろという方がよっぽど俺正直言って炎上だと思うけどね。<laughs> <laughs> そう、貧乏には本を読まないって書いてるんだけど貧乏をしてるとどん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 本を読まないスパイラルに入ってきちゃうんで図書館っていうのはそういう人のためにあるのかもしくは貧乏学生が資料を調べるためにあるのか何だろうなそういう公共のためにあるもんであってですね僕らみたいに自分の生活を自分で面倒を見たりですねもしくは月額500円払ってこの放送を見れる人が行く場所じゃないと思うんだけどねどうなんだろうな チャンネル登録してってね。